これ松尾コーナーみたいな感じでちょっと次は松尾さんのコーナーです。でもお付き合いいただいていいですか。全然いいです。あの、はい、松尾を形成した人たちみたいなので、であの、まあ、YouTube の中でも僕がお話しさせていただいた人物が何人か出てくるというので、でその写真を見ながら僕はあの どなたがっていうのと順番は聞いておりませんが、あ、なるほど、多分あの人らやろうなっていうのはまあぼんやりあるんで、ははは、ちょっとそれでお一人ずつ肖像を出していただいて、どんな思い出話です。ただの全然全然鑑賞に浸る思い出話です。そんなもうやめて やめてこれからもあるわ、あ、この方のおかげですよこの方のおかげで私は世に出ましたよ。だって初めはどういう感じやったんですか。出方って言いましたけども、放送だとかに世の中に出るときに、はい、そのきっかけみたいにおっしゃってたけども、どういう感じのあれ。僕藤本義一さんのモノマネが最初に、まあ、あの、まあ、放送でやったモノマネなんですよ。最初に覚えたのは岡本太郎さんなんですけど、はいはい、岡本太郎さんは学生の時に仲良かった蔦川一さんっていう抽象画の巨匠がおられて、はい、で岡本太郎さんと同世代で二人展とかよくなさってて、はい、であいつ面白いやっちゃでって言ってこうやって喋るねんってその先生から教えてもらってたので、へ、だからネタのつもりじゃなく岡本太郎のモノマネを学生の時にふざけてやってたんですけど、でも僕なんか最初に所属する事務所、はあ、この方と一緒にいた事務所ですけど、はあ、そこの大滝さんという社長がおられましてね、はあはあ、その方に面接に行ったつもりはないのに、だから、ね、遊びにおいでって言われて連れて、はあ、僕あの大阪の北新地のディスコでレコードを回す DJ 見習いをやってた、はあ、その時にあの僕は有名な例えばバンヘイレンとかあのマイケル・ジャクソンとか そういう、ね、有名なものしか書けなかったもんですから、お前邪魔やと、先輩の DJ の見せ場がないからお前もブースの外出とけって言われて、はい、でブースの外出てアホな子話ばっかりしてたんですよ。その頃はでもタレントになろうという感覚は気持ちは全くなくて、僕はあのどっちかというとあのグラフィックデザイナーになろうとしておりましたからね。かっこええな、言うてみたいわ、言おうかな実は僕もすいません今ちょっと上沼恵美子さんぽかったですね。あ、私もみたいな、上沼さんにもお世話になりましたがすいません、技術生、技術生、あ、そうそう、はい、それで事務所に遊びに来いって言われて、君なんかできんのかって、いや、そもそも君はなんか病気持ってますかってその社長に言われて病気って、いや、そもそも君は病気持ってますか、いや、お医者さんにはかかってない、でそういう病気はないやな、掛け事に狂うとか女に狂うとかないんかいって言うから、いや、そんなないです、君は芸人には向いとらんなって言われて、僕芸人になる気はなかったんで、ああそうですか言って、でその時学生時代にふざけて作ったコントのテープは持ってたんで、はい、それダビングしたのはね、あのヨーダのモデルになったヨーダヨシカタさんっていう人にそういうの作って配れって言われて、持ってたのを一つ置いて帰ったんですけど、それ聞かれたんでしょうね事務所で。で夜中に携帯電話なんかない時代ですから実家の電話番号にかかってきたんですよ。で夜10時ぐらいに、あ、ネタ作ってきて、誰か分からなかったんですよ。すぐに、ま、第一声がネタ作ってきて大滝ですもん、名前ないの、ネタ作ってきて、俺一人ぐらいしか思われたんかな。それで、え、何ですかって、いや、ネタ作ってきて、ネタなんかないですよって、いや、なんか気をそうやん、こんなテープにいろいろ入れられんやったらなんかできるやろってなんか考えてこいって言われて、ごっつ嫌な、もう高圧的ないや僕知ってるだけにめっちゃわかるわいい竹高やなと思って、はぁ言うて、で電話切ってからもう10時ぐらいで、11時過ぎからシャバダシャバダバシャバダバパーシャバダバって言われて始まったんですよ。で、あ、この人のモノマネやったらできそうやなと思って、はあはあはあ、はいはいはい、あ、次参りましょうって、ついて喋ったらなんか似てるような気がして、似てるもんすごいもん。それで次の日にあの NHK の大阪放送局 JOBK っていうところに呼ばれて、そしたらあの
放送作家の、ね、古川嘉一郎さんという方と引田哲夫さんってい う、はいはい、もう、まあ、ベテランのお二人が会議室にいて、でその前で、やってみって言われて、で藤本義一さんのモノマネをしたら、これ明後日使えますな使えますなって言って、明後日急やな大阪にわかとは言うけど、こんな急にやらされるかと思って、そしたら生放送で全国ネットやでって、えっ、ー、って今生活小百科っていう番組やってる、土曜日の昼間、はいはい、大阪からの全国ネット、あれ生放送でしゃべくりバラエティ日本一という番組があったんですけど、それで渡田勝さんというエッセイストの方で、五代目初閣の甥御さんにあたる方がおられまして、その方が司会をして、で、ゲストコメンテーターで藤本義一さんがその日ブッキングされていて、でレギュラーで、先代の桂春蝶さんがいらっしゃって、でそこで僕はセットの陰でマイクを置かれて、でそれではこれをお聞きくださいって、その時のテーマがコピー文化っていうテーマでお話をされてて、それでもうぴったりだったんですよね。で藤本さんのコピーを陰で喋って、そしたら最初ね、藤本さんの顔も映ってるんですよ、モニターに。でこううなずくような感じがあったんで、あ、なんか納得してくれてるわと思って喋ってたら、途中でっていう顔になって、でではご登場いただきましょう、この方ですって、その時まだ芸名もついてなかったから、はいはいはい、で本名岸国広さんですって言われて、出てたらお前なんだって言われてまあまあそうですよね、うんうん、さっき裏で喋ってはったんこの人なんですって、あそうか、ずっと自分が若い頃に喋った音源を NHK は保存しているだろうから、それを流してると思ってたんです。あでも途中からその日春蝶師匠が喋った言葉を僕が盛り込んだので、あ、はいはいはい、えってなって、はいはいはい、で出てきてお前なんだになったんですけど、あでもそこも、うん、センスがおもろいのが、先代春蝶師匠が喋ったその現場のところを入れ込んでるっていうのが、割とっていうか完全に素人じゃないですよねいやでも素人でしたよ、私素人やけども、うん、普通やったらなんか緊張もするし、そんな今日聞いたこと入れ込めるなんていうのは、まあまあの不届き者ですよ。ある種の緊張感はあったんですけど、うん、ただ本当に芸人になろうと思ってないから、あ逆に守るもんないからね、逆に緊張すごい気楽やったですね。それでそれからなんか本人が自分の声だと思ったぐらいやから、僕自信持ちまして、いやまあそりゃそうです、ね、それでモノマネ漫談をしばらくやってたんですよ、うん、それであのうちなんかにも呼ばれるようになって、またうちがあの西宮北口で、でご自身も西宮にお家があったので、しょっちゅうお家に行って、はいはいはい、でうちの家の犬が吠えないのは俺以外ではお前だけだって言われるらしい。奥さんでも娘さんでも吠えるのに、お前が来た時だけ吠えないのはなぜだって言われて、知らんがなと思ったんですよ。だから生まれて初めて出たテレビ番組で同席したのが藤本義一さんで、で藤本義一さんがご存命の時に最後に出たテレビ番組も僕がご一緒してるんですね、はい、直行さんと一緒で、で彼も出てる、彼が構成で、で直行さんと僕のヘベロケっていう番組やったんですけど、それで先ほど申し上げました、あの法然寺横丁町の道というバーでロケ撮影をしまして、その時にかっこよかったですね、かっこよかった、もう肩にコートかけてね、トレンチコートみたいなね、であの 11PM を再現しようとなんとか考えたんでしょうね、はい、あのバニーガールを横に立たせたんですけどそうそう、それね、そうそうそう、正月番組のロケやからその格好では寒いじゃないですか、それはね、君ら寒ないかちょっとあの映ってない時は街灯を羽織りなさいとかなんか言ってかっこいいね、ダンディズムでしたよ。で 11PM の企画でどういうのが印象に残ってはりますかみたいな話になるわけですよ。その松尾さんと僕との番組にゲストで来てくださってて、でそれで、僕が覚えてる地元義士先生のことで、エッセイで中学生の時に警官の拳銃を盗んだっていうくだりがあるんですよでもうそんなしょっちゅう会われへんから聞きたいな、あれほんまですかって言ったら、そんなわけないやろって言われると思ってたら、あ、戦後どさくさだからね